陶芸教室ご希望ですか？はあ、いや、違うんだけど。弟子入りですか？そんな大層なものじゃないけど、一月ぐらいうちで面倒見ることになったの。二階堂悟です。二階堂さん、わかる？あの二階堂先生の息子さんよ。悟くんね、高校卒業した後お父さんに反発してうちを出たのよね。後を継ぎたくないって。何されてたんですか？友達と音楽やってたりってありがちなんですけど。これでお父さんも一安心ね。いや、ちょっといい？いいじゃない、陶芸家向きの指よこれ。指ですか？そう、長い指がいいの。こんな感じに。洗い場はこちらです。ろくろを使った後は余った粘土を持ってきていただいて。いくつ？一つです。粘土を二つにまとめて次また使える。いや、じゃなくて、いくつなの？はるかちゃんってなんでですか？分かった、28だ。25です。そう、ダメなんだ。俺も25。そうなんだ、もう少し上かと思った。あ、老けてるって意味じゃなくて大人っぽいっていうね。サトルくん、あったあった。はい、これ。サムエですか？うん、じゃあ着替えて。ここでですか？男でしょ、恥ずかしがることないじゃない。いい体してるじゃない。勘弁してくださいよ。